バージニア・オセアナ・ウォードロー・フレッチャー・ウォードロー・スニード、オーシー・スニードことオセアナ・ウォードロー、マーティン・スニードは3万2千ドルの保険金を受け取るためにニュージャージー州イースト・オレンジで自身の家族によって薬物を与えられて歴史させられたアメリカ合衆国の女性。オセアナは1885年9月に10中89ニューヨークシティでキャロライン・ベル・ウォードローと 南北戦争で南部連邦で戦った大佐、ロバート・マクスウェル・マーティンとの間に生まれた。母親は教育職についていて、ある時点で落ち着かず信頼できない振る舞いのために地位から外された。オーシーとは当時オセアナの一般に受け入れられたニックネームであった。キャロライン・ベル・ォードローには3人の姉妹がいた。メアリー・エリザベース・ロング・ウォードローはフレッチャー・ティルマンス・ニードと結婚した。 彼らは息子フレッチャー・ウォードロース・ニードを設け、彼はオーシーの実のいとこであり、将来彼女の夫になることになる。二人目の姉妹はバージニア・オセアナ・ウォードローであって、彼女は一度も結婚しなかった。姉妹は二人とも教育に関与していたし、またオーシーの暴殺にも関与していた。三人目の姉妹は死亡に関与しなかったベッシー・ガートルード・ウォードローで、 彼女はリチャード・スピンドルと結婚した。兄弟は二人いて、ジョン・バンクス・ウォード・ローはジャーナリストであり、クリスチャンズ・バーグの学校でおばおよび姉妹たちと教えていて、彼はメアリー・エリザベス、リジー・デビッドソンと結婚した。ジョンとリジーの両者が死亡したのはクリスチャンズ・バーグに住んでいる間であり、そしてジョンは英語の教授として学校で働いている時であった。二人目の兄弟は、 アルバート・グドール・ウォードローという聖職者で、ハリエットリー・フィールドと結婚した。アルバートは学校に何ら関与していなかった。同胞は、マーサ・イリザベス・ウォードロー、旧姓・グドールと、ジョン・バプティスト・ウォードロー、牧師であり、サウスカロライナの最高裁判所判事、との子供たちであった。キャロライン、メアリー、そして、バージニアは、黒い服を着ていることと、彼らの秘密の行動で知られていた。 いくつかの奇妙な死亡が、この女たちの晩年で続いた。OC は1906年に、ケンタッキー州ルイビルで、実のいとこフレッチャー・ウォードロース・ニードと結婚した。家族はもともとこの縁組に反対していたために、婚礼は秘密裏に行われた。二つ目の式は、1908年1月13日に、ニュージャージー州、ジャージーシティで、姉妹が、すでに、勝利を収めたしたのち。 彼女らの第一子が誕生する直前に行われた。彼らは子供を二人設けた、メアリー・アルバータス・ニード、そしてデビット・ポロックス・ニード。フレッチャーは、メアリー・イーロング・ワードローとフレッチャー・ティルマン・スニードとの息子であったし、彼には同胞が二人いた、ジョン・ウォードロー・スニードとアルバート・チャールズ・スニード。1880年に、フレッチャーは、両親と共に、ジョージア州、 オーグルソープに住んでいた。フレッチャーは以前、テネシー州オールドリンビルに生まれたバシティゴードン・マクローリンと結婚していた。フレッチャーとバシティとには子供が一人いたロバート・ティルマンス・ニード。バシティは1920年までにオクラホマ州マスコギーに移った。1930年までに彼女は息子と共にフロリダ州ウェスト・パームビーチに住んでいた。 彼女はテネシー州に戻り、そこで死亡したが、一方で、息子はフロリダに残り、家族を養った。三人姉妹は、オシーが妊娠しているという知らせを受けた後、彼女をカナダまで追い、彼女の意思に反して、ニューヨーク州ブルックリンに送った。これに続いて、オーシーの母親は、フレッチャーが死亡した、と彼女に語った。ところが実際は、フレッチャーは生きており、 自分の母親及び、おばたちとコンタクトを取っていた。モンゴメリーカレッジは、クリスチャンバーグ長老派協会によって、設立、所有され、ファーストストリートとフランクリンストリートとの交差点に、あるチャーチの建物から運営されていた。1860年に、現在の場所に、新しい学校が建設され、モンゴメリーフィーメルアカデミーと改名された。 マーサー・エリザ・ウォードローの妹オセアナ・シーボーン、グドール・ポロックは、購買された1876年に学校を購入し、彼女はその学校で一教師であった。1880年の国勢調査では、ミセス・ポロックと彼女の名バージニア・ウォードロー、追い立ちのジョンビー及び、アルバート・ジー・ウォードローが全員、学校に住んでおり、バージニアはそこで教師として、一覧表に挙げられていた。 一年以内に、ジョンと彼の妻リジーは、どちらも20代で、死亡することになる。バージニアとメアリーは、その直後テネシーに戻った。彼らは1900年の直後に、バージニアの元に戻った。バージニアの妹ベッシー・スピンドルは、著名な地元実業家で、夫のリチャードと共にすでにこの地域に住んでおり、1900年にアカデミーの校長であった。この頃、ミセス・ポロックは、 高齢巨弱で、学校を姉妹マーサ・ウォードローと名バージニアに譲渡した。バージニアとメアリーはすでに父親の不動産を相続し、母マーサはすでにすべての現金を受け取っていたため、学校に充当する金銭はあった。彼女らはそれをモンゴメリーフィーメールカレッジと改名した。しばらくの間は、すべてが順調であった。学校の寮は回収され、カリキュラムが更新され、そして、 バージニアはすでに教育への愛情に戻っていた。しかし、すぐにメアリー・スニードが到着し、続いて彼女の息子二人フレッチャー及びジョンが到着した。三人組の到着は問題を作らなかった。しかし、キャロライン・マーティンが娘オーシーを伴って到着した時、キャロラインが学校の管理を引き継いだために物事は素早くうまく行かなかった。彼女はカリキュラムに 突然の変更を行い、明確な理由もなく、生徒複数をある教室から別の教室に移動させ、そして、ドア複数に軟禁状を最大3つ取り付けることによって、疑惑と秘密を教え込んだ。姉妹3人全員がホール複数を歩き回り、突然の出現で居住者らを驚かせた。フレッチャーとジョンは、テネシー州リンビルに移り、製材所1つを共同で開き、 二重結婚で妻になることになる女たちに求愛したが、両者共に著名な地元弁護士 JR マクローリンの娘たちであった。ジョンは1903年にアンナレアード・マクローリンと結婚したし、フレッチャーはすでに1899年に彼女の姉妹、バシキと結婚していた。1906年頃にキャロライン・ウォードローはリンビルにジョンを訪れ、ジョンが自分と共に クリスチャンズバーグに戻って学校で教えるように迫った。ジョンの妻は彼に残るよう懇願し、彼の叔母の要求を拒み、警察に家から彼女を連れ去らせた。彼は隣人たちにキャロラインに家を壊させないと語った。しかし、キャロラインは数週間後に戻り、ジョンは彼女を伴ってクリスチャンズバーグの学校に戻り、妻を置き去りにした。彼女は、 手紙複数を書き送ったが、ジョンは今やおばたちの言いなりに顎で使われていた。アンナの健康はすぐに衰え、彼女はサナトリウムに入れられた。ジョンの元気も衰えた。彼は自殺を図ったことが二度疑われた。一つはキャロラインとの旅行中にバージニア州ロアノークの近くで列車から転落した時である。彼らはこれは事故であると主張したが、しかし生同主は 自分は自殺未遂を目撃したと感じた。数週間後にジョンは開かれた貯水槽から引き上げられてギリギリ名前のちびろいをした。今回はバージニアウォードローが急を放じ続いて事故を説明したジョンは学校に給水するために測定を行っているところであった。一週間後にバージニアは午前8時に再び急を放置た。ジョンは寝巻きが燃えて、 カレッジの自室の床で転げ回っているのが見つかった。3時間後に彼は一度の火傷のために死亡した。姉妹3人はこれは自殺ではなく事故だと主張し最終的には12000ドルの保険金を受け取った。彼女らが保険金を受け取るために彼が眠っている間に灯油を浴びせかけ生きたまま燃やしたということが後に明らかになった。 ジョンの最後の数ヶ月が終わりつつある間に、キャロラインはリンビルに旅し、フレッチャーがいくつかの家族の財産に関してルイビルまで自分に同行するように迫った。バシティは、後に彼がテネシー州チャタヌーガで重病になっていたことを知った。バシティはチャタヌーガに旅したが、しかしキャロラインはあまりに病気であると主張するキャロラインによって、フレッチャーに会う許可を与えることを拒まれた。 一週間後に、キャロラインが約束したようにフレッチャーが戻らなかった時、バシティは、チャタヌーガに二回目の旅をし、フレッチャーがすでに、ミセス・マーティンの人相書きに一致する女によってある、下宿屋から別の下宿屋に移されていたことを発見した。彼女は家に戻り、しばらくして離婚した。フレッチャーはそれからカレッジに来て、オーシーと結婚した。三人姉妹は、 クリスチャンズバーグとその周辺のコミュニティで、いくつかの詐欺的な小取引を始め、地域住民が彼女らに抱いていた信頼を損ない、彼女らの習慣について、多くの憶測を読んだ。姉妹は、クリスチャンズバーグサンセットセメタリーで、兄弟ジョンと彼の妻、リジーの墓の周りで、秘密の儀式に従っている、という噂が街に広がった。学校への出席が減り、混沌が教室を支配した。 1904年までにモンゴメリーメールアカデミーは閉鎖されていたし、男子学生は今やモンゴメリーフィーメールアカデミーにも通っていたし、それの名前は今やモンゴメリーホールであった。破壊者らは学校に大きな被害を及ぼし、1908年までに3人、姉妹全員がフレッチャー及びオーシースニードと共にクリスチャンズバーグを立ち、 ニューヨークシティ及びニュージャージーに向かった。フレッチャースニードは未知の理由で第一子の死後、そしてオーシーが第二子の妊娠初期であった間に偽名でカナダに移り、決して妻に連絡を取らず、彼女をこれら女性の世話に委ねた。オーシーは明らかに常に母親とおばらの軽蔑の対象であったし、彼女らは生まれたその日から恋に彼女を餓死させようと努めた。 夫の出発の後、オーシーの健康は衰え始めた。ドクター・ウィリアム・ペティットは病弱な妊婦を見るために呼ばれた。彼は彼女がうつ病、全般的な衰弱、そして栄養失調に苦しんでいるのが分かった。彼女は気持ちが塞いでいるようで、実際に自分の周りの人々を恐れていましたと彼は後で警察に言った。ペティットはウォードローの家を数回訪れ、 オ c シーの世話のための自分の指示が守られていないことが再三分かった。姉妹たちは協力しなかったし、支払いもしなかったから、彼は訪問をやめた。姉妹らは別の医師に電話をかけ、彼は彼女の状態を見て、オ c シーにこっそり食べ物を持ち込んだ。オ c シーの赤子が生まれて間もなく、彼は窓からこっそり入り、彼女を調べたが、しかしバージニアは彼を追い出した。 ある弁護士は、その後、成し得ることは何もない、と語った。数ヶ月後に、ペティットは、再び召喚され、OC は、以前よりもさらに衰弱し、もはや妊娠していないことが分かった。ディビットと名付けられた赤子は病院に運ばれ、そこで彼は病弱であった。彼は後に、シマイラによって、孤児院に入れられた。しかし彼は、生後9ヶ月で死亡し、 母親の隣に埋葬された。バージニアは、ペティットに、彼女が死にかけていることを、オーシーに知らせ、また彼女に遺言書を作るように命じるように、命じた。ペティットはその代わりに、オーシーの世話をするために看護婦を呼んでもらった。看護師はたった1日だけ滞在し、姉妹たちによって外された。姉妹たちは、医師から提示された100ドルの請求を支払うのではなく、彼を、 オーシーの遺言書の中で1000ドルの受益者にしようと申し出た。彼は拒否し、オーシーは催眠の影響を受けていると考えて、一家に対して措置を講じることに決めた。彼が知らなかったのは、オーシーが母親とおばらによって産後痛のために定期的なしかし不必要な量のモルヒネを与えられているということであった。ペティットは、 奇妙な事件を警察に報告する前に、OC を調べるために戻ったとき、その場所が見捨てられ、姉妹たちがいなくなっているのが分かった。一家は次に1909年9月に、別のブルックリン近隣で浮上し、その時にバージニアは、黒いベールを何枚か、厚くつけて、ニューヨークの弁護士、ジュリアス・カラッパを訪ね、瀕死の女が、遺言書を準備するのを手助けするように彼に頼んだ。 母親とおばが、オーシーのために祈りを営唱する間に、カラッパは、彼女のベッドサイドに来た。祈りの後、バージニアは、オーシーに、新しい遺言書を作りたいかどうか尋ね、オーシーは同意した。カラッパは女たちに、オーシーは、医師といくつかの食物が必要だ、と語った。姉妹たちは、どちらも与えられる余裕がない、と言った。カラッパは彼女らに小切手を書こうと申し出、 姉妹たちがペンを探しに部屋を去った間に、オーシーに語りかけた。彼女は自分は死にかけている、と彼に語り、枕の下に手を伸ばし、彼に遺言書を渡し、その中で彼女はすべてを祖母に残し、彼に彼自身を遺言執行者にするように頼んでいた。姉妹たちは自分たちを受益者にするために7000ドルを支払おうと空っぱに申し出た。空っ端は拒否し、 姉妹たちは彼を弁護士として関係を立った。1九百九年十月にバージニアは新しいピアノの代金の不払いの訴訟で被告となっていた。原告に対する彼女の反応は私たちが私たちの死者を葬るまで待てというものであった。この時点では OC は食料と医療の欠如のために死に貧しており、ニュージャージー州オレンジ十四町目東八十九番地の アパートメントに移された。料理用の熱あるいはガスはなく、そこに備えられているのは、ただ簡易ベッド2台、ラグ1つ、椅子1脚、テーブルがありの損一つだけであった。警察は1909年11月29日に家族によって呼び出され、事故があったと告げられた。警察は彼らの家に内海を送った。バージニアは、 軍医師補佐官ドクターハーバート・エム・シモンズを2階のバスルームに導き、そこではオーシーの裸体が蛇口の下に頭部を傾けて水の入ったタブの中に座っていた。彼女の服に止められた書き置きはバスタブの横にあった。それは次の通りである。去年私の娘が死にました。しかし、愛しいもう一人の親戚も天国に行きました。私もそこに行きたいです。 もう長い間病気で体も弱っています。死は苦しんでいる私にとっては恵まれた安堵でしょう。あなたがこれを読んでいるとき私は自殺を遂げてしまっているでしょう。この世での私の悲しみと痛みは私には耐えられないほど大きいです。OCWM スニード OC は1909年12月7日にニューヨークのウェストチェスターのヘイスティング・オン・ハドソンのマウントホープセメタリーに 彼女の父親、7歳の兄弟と生後2日の幼児の娘、メアリー・アルバータの横に埋葬された。生後感もなく、姉妹に連れられ孤児院に入れられた幼い息子、デビット・ポロックスニードは、1910年7月18日に9ヶ月で死亡し、家族と共に葬られた。シモンズに対するバージニアの回答は不審とみなされ、警察は捜査を求められた。 OC の死亡は歴史と、飢餓はその一因と、特定された。死亡に対する権威はすぐに、彼女の家族、特に母親と二人のおばに集中した。最初に家に到着した、捜査官は、そこは寒くて、人がいないように見えることと、犠牲者は、死後少なくとも24時間経っていることに注目し、これはなぜ遺体の発見に、遅れがあったのか怪しむように捜査官らを促した。 姉妹にとって不利な証拠は、この若い女にかけられていた、いくつかの生命保険証書、OC の自殺の書き置きとされるものと同じ筆跡と似た、スタイルで書かれた、OC の母親の所有しているところを見つかった、いくつかの自殺の書き置き、そして死亡前の OC の家族による治療からなる。三人全員が逮捕され、暴殺で訴えられた。バージニアウォードローンは、 後半を待っている1910年に、獄中で餓死した。キャロライン・マーティンは、後半の後半に、ついに古刹の罪状を認め、刑務所に連行され、それから、精神病院に移され、1913年に死亡した。メアリー・スニードは、古刹の共犯の罪状がないために最速により、釈放され、コロラドに行き、スエムスコ・アルバート・チャールズ・スニードと暮らした。 彼らは後にカリフォルニアに移り、そこで彼女は1937年に死亡した。ありがとうございます。